原始反射とは、幼児が特有の刺激に対して示す中枢神経系によって引き起こされる反射行動のことである。この反射は子供が成長して大人になり、前頭葉が発達する過程で失われていくものである。脳性麻痺者や健常者は反射を抑えることができるが、特定の条件下では反射が再び現れることがある。 脳性麻痺の場合にはこれらの反射を保持していることがあり、大人であっても再び現れることがある。原始反射の再出現は認知症や外傷性損傷、脳卒中を含む特定の神経学的症状に介せられる。その際の反射は影響を受けた領域に限定される。肩麻痺の人は影響のある側の足にのみ反射が見られる。 原始反射は脳が損傷している疑いがあるときに前頭葉の機能を検証する目的で使用される。もし原始反射が適切に抑制されていなければ、これらは前頭葉兆候と呼ばれる。否定軽原子反射は自閉症スペクトラムの初期の兆候の可能性としても研究されている。原始反射は衰退外路機能によって伝えられる。これらはミエリン化の進行とともに、 皮質脊髄炉が機能を獲得していくにつれて失われるが様々な理由によって衰退炉の機能が失われた大人や子供で再び現れることがある。しかしながらアミエルチソンの神経学的評価法の出現により小児集団におけるこういった反射の評価の重要性が低下している。原始反射の有用性は様々であり、その多くが生存に有利に働いてきた。 吸鉄反射や、把握反射といった反射は、親と乳児との間に、相互関係を確立し、親が子供により優先して、食料を与えるよう促すことができ、親が乳児を安心させて乳児が受ける苦痛や、刺激の量を制御できるようにするのを助けていた。モロ反射メディアを再生する生後4日の新生児の、モロ反射。一モロ反射は、新生児を床から引っ張り上げ、 話すことによって始まる。二、新生児は腕を広げる。三、新生児は腕を引きつける。四、泣く。モロ反射は驚愕反応、驚愕応答、驚愕反射と呼ばれることもある。名称は小2回エルスト・モローによって発見されたことによる。モロ反射は誕生時から存在し、最初の1ヶ月で最大になり、生後2ヶ月頃に消え始める。この反射は通常であれば、 生後3から4ヶ月で消えるが、稀に6ヶ月まで続くこともある。乳児の頭の位置が突然変化したり、不意に温度が変化したり、突然騒音が鳴るなどして驚愕すると起こる反射である。足と頭は伸び、腕はパッと上がった後パッと戻り、手のひらは上向きになり、親指は曲がる。腕がまとまるとほどなく、手はぎゅっと締まって、拳になり、乳児は、 大声でなく。この反射の両側欠如は、乳児の中枢神経系の損傷と関係している可能性があり、片側欠如は、出産時外症による損傷の可能性があるが、エルブ麻痺あるいはその他の麻痺である可能性も存在する。諸反射は、乳児が持ち歩かれている間、母親にしがみつくのに役立ってきたと考えられており、乳児がバランスを失うと、 モロ反射によって乳児は母親に抱きつくことができた。歩行反射歩行反射は誕生時に存在し、6週頃に消えるが、8ヶ月から1歳頃に自発的行動として再び現れる。この反射によって乳児は足の裏が平面に触れると、一方の足を逆の足の前に移動させることによって歩行しようとする。探索反射探索反射は誕生時に存在し、 4ヶ月頃に消える。探索反射は母乳栄養行動を助けるものである。この反射によって、新生児は、それが何であれ、頬や口を投げるものの方向に頭を向け、頭を移動させることによって、目標を探す。目標を発見するまでじわじわと移動の項を小さくする。このやり方である、程度を通した後は、目標に直接移動するようになる。急鉄反射は、 すべての哺乳類に共通で備わっており、誕生時に存在する。吸鉄反射は探索反射とともに、母乳栄養のためにある。吸鉄反射によって乳児は、本能的に口の縁に触れたものを何でも吸い、母乳を得る方法を模倣する。動作は2段階からなる。エクスプレッション乳首が、子供の唇の間に置かれ、口外に触れた時に活性化される。ミルキング下が、 乳輪から乳首に移動し、母親からの母乳を促す。緊張性系反射緊張性系反射は、非対称性緊張性系反射として知られ、生後1ヶ月頃に現れ4ヶ月頃に消える。この反射では、子供の頭が一方の側に向けられた時に向けられた側の腕が伸びて、逆側の腕が曲がる。もし乳児が自力でこの姿勢から抜け出すことができないか。 6ヶ月を過ぎても反射が引き起こされる場合は、上位運動ニューロンに障害を持つ可能性がある。研究者によると、緊張性系反射は、乳児の手と目の協調の先駆けであるという。把握反射、首相把握反射は、誕生時に見られ、生後5ヶ月か6ヶ月まで続く。この反射は、何らかの物体が乳児の手のひらに置かれた時、指が閉じられて、 把握によって物を掴もうとする反射である。この反射をよく観察する方法としては、乳児の両手に小指を当て、徐々に持ち上げるというものがある。握りが強く乳児自身の体重を支えることもできるが、突然握りを離す可能性もあることに留意しなければならない。手の逆側か横を撫でることによって反転した動作を誘導することができる。測定反射は、 足裏の屈曲を含む正常な反射である。測定反射によって、つま先がすねから離れる方向へ移動し、屈曲する。異常測定反射は、屈曲反射回路に対する上位運動ニューロンの制御が妨害された時に起こる。この結果として、足の背屈が起きる。これは、皮質脊髄色の低いミエリン化が原因で、1歳未満の赤ちゃんにも起こる。これらの経路が、 成熟型に発達すると、屈曲反射回路が、下向きの皮質脊髄入力によって阻害され、正常な測定反射が生じる。バビンスキー反射としても知られ、大人における神経学的異常の兆候である。ギャラン反射は、誕生時に存在し、生後4ヶ月から6ヶ月の間に消えていく。ギャラン反射の名称は、ロシアの神経学者、ヨハン・スースマン・ギャランにちなむ。 この反射によって、乳児の背中側面の肌が撫でられた時、乳児は撫でられた側に向かって揺れる。もしギャラン反射が6ヶ月を過ぎても残っていると、それは病理学的兆候である。潜水反射は生後4から6ヶ月の間に消える。潜水反射によって、乳児は水の中で顔を下にし、足をかいたり蹴ったりし始める。 しかし、乳児はこの動きを行う間に大量の水を飲む可能性があり非常に危険性が高い。水中に沈んだ乳児は水中毒によって死亡する可能性があるため乳児への泳ぎの訓練は少なくとも3ヶ月になるまでは行わないことが望ましい。メディアを再生するバブキン反射を示す乳児。両方の手のひらに圧力を受けたとき口を開ける。 バブキン反射とは、新生児に起こる、両方の手のひらへの圧力への様々な応答を意味する。名称は、ロシアの神経学者、ボリス・バブキンにちなむ。この反射によって乳児は、首の屈曲や頭の回転、回向等いくつかの応答の組み合わせを示す。小さな未熟児は、この反射により敏感であり、妊娠26週の子供にも存在することが確認されている。 この反射は少し育った乳児に起こる。子供が直立に支えられ、赤ちゃんの体が素早く前向きに回転した際に、赤ちゃんは落下を阻止するかのように腕を前に伸ばす。この反射は赤ちゃんが歩くようになる前の長い期間見られる。導入部で述べたように、原始反射が適切に抑制されていない場合は、前頭葉腸口と一般的に呼ばれる。上記の反射に加えて、 首相音外反射や口尖らし反射、眉間反射が含まれる。ハイリスク新生児という用語は、特に生後数ヶ月の間に死亡の可能性がかなりあった新生児を意味する。ハイリスク新生児はしばしば異常な原子反射の応答を示したり、逆に欠落したりする。ハイリスク新生児における原子反射の動作は反射によって異なる。 67人のハイリスク新生児における原子反射を調べた最近の横断的研究では、急鉄反射、バビンスキー反射、モロ反射の応答を評価するためにサンプル調査法が用いられた。研究の結果、急鉄反射が最も高く正常に起こり、バビンスキー反射とモロ反射が続くことが示された。この研究では、ハイリスク新生児は、 原始反射のより周期的な応答や応答の欠如を示し、個々の反射で応答は異なると結論づけられた。しかしながら、ハイリスク新生児や乳児における神経学後遺症を予測する判断材料として、アミエルチソンの神経学的評価法のように、より単純で効果的な手法の出現によって、原始反射の評価の重要性は低下している。ありがとうございます。